ベストバウトトップ3きたきたきた。赤コーナー、おロスインボーベルプレス戦、まさにまさにヘナレ選手とのアルティメットトレアドマッチですね。去年の KOP ダブルですね、ヘナレまだ髪の毛あるじゃないですか。まだ髪型だったりタトゥーだったり違いますよね。僕はもう髪の毛あるし。わあ、激しかったですね。おお、デンジャースドライバー。もうこの試合はヘナレ選手の出世試合というコメントもいただいてますよ。これホールドヨラスチャンス。ホールドヨラ。ホールドヨラスチャンス。新しい名前がつくかもしれない技ですね。これね、しかもヘナレのね頭がすごい硬いのよ。壮絶でしたね。よく立ち上がれるなというのが本当に正直な話でしたね。これもある意味ドラゴン魂というか、ね、ああすごかったねこの試合は。やっぱ若い選手はやっぱ吸収が早いんですよね、吸収、まあ、俺自身もまだまだ成長して吸収してるつもりだけど、これはでも最後のヘッドバットの当たりが浅くて助かったのと、この倒れ方が、はい、ヘナレは頭打ってるけど俺はマイカーブで、ね、それの差ですよね。ダメージは絶対ヘナレの方が、最終的最後のダメージはヘナレの方が強かったから。2位の発表です。お2021年6月、うん、岡田選手との対戦ですね。大阪城ホールですね、はい、これあれですね、高木式 2.26 事件ですね。控室帰ったら、はい、LINE のとこにこう226件ついてて、おめでとうというメッセージ。いやほとんどがあのあれじゃないですか、迷惑ぐらい。いやおめでとうの、はい、この大会自体がね、なんか日曜日が延期になったり忘れちゃったけど、うわ露天っ腹に、コロナ禍というのもあっていろいろね予定外のこともありましたよね。レッドさんもマスクしてますもんね。あほらでもついつい声出ちゃったもんね、お客さんね。出てしまうというのがありますね。呼んだしちゃダメですよみたいな。お、来た来た、もう骨の音。高木式連盟か、今でもやれるか。岡田選手も今ねコンチネンタル王者いいなと思ってますし、おー、いやこれスリー取った時びっくりしてるもんね、この時の表情が、はい、勝っちゃったよみたいな。IWGP にも、ね、思い入れがあったと思いますけれども、はい、どうですか体感。やっぱね IWGP とつくね、まあ、ジュニアタックとか取ったけど、やっぱこのヘビーなベルト取るっていうのはでかいですよね。なんか俺自身の実家よりも、はい、そのやっぱ226件とか、あと地元の仲間とかドラゴンゲートのね選手とかが喜んでるのを見て、あでかいことしたいんだ、すごいことしたんだなっていうのは。ドラゴンゲートの選手からも来ましたか、お祝いです。いっぱい来ましたね。パンチだけですよ。タグパンチだ。パンチはおめでとうございますって一つだけ X で、はい、ポスして、何についてだよって俺逆に電話して文句言いましたから、ね、何についてだよ。いやいや、ちゃんとお祝いしてくれてるじゃないですか。そして1位が2019年6月のサブザスーパージュニア、まあ、この試合は本当にもう皆さんのお気に入りというかもう ね伝説的ですよね。まあ俺もこの試合は自分の持てる審議体を全て出したっていう感覚がありますね。初対戦だったんですよね、初めてプレー選手初ですよ、初々だけに、初々だけに、初初々、うん、今よりもオスプレイ選手も体重も少ないかもしれないですが、互いにちょっとね、うん、俺はもうこの時からおっさんだけど、いやもうずっと勝ち続けて
スーパージュニアでも負けなしで来て優勝決定戦でした。初めて負けた試合ですよね。でも今でもこの時よりも何だろう、やっぱ心技体を向上させたいって気持ちがありますよ。まあ、あとは今この時よりも今の方が強いと思ってるし、はい、うん、おこの時新年で初めてでした、メイドインジャパン。これね、今の何がすごいか分かります？今の、はい、メインカメラに向けて技をやろうとしてグーってパス、そういうことも意識してね、視野が広いですね、正面で見せたいっていう、そんな格好ばっかつけてるから負けちゃうんだよね。でもね、これやっぱプロ意識やっぱ人それぞれだから、やっぱこだわりがあると、うちの母親にも言われるんですよ、母親のアドバイスで、ラストオブザドラゴン上げたらすぐ落とせって言われたから、たまにそれねやるようにしてるんですよ。すぐ落とした方が、あ、なるほど、すぐにダメージを与えるために、ついてから長いから返されるんだとか、なるほど、なるほど、母親にすごい文句言われてる。